はい、皆さんこんばんは。今夜も元気にライブ配信をしてまいります。ナビゲーターを務めさせていただきます KYC でこと池端秀幸です。今日はですね、Jマンメイクアップ研究会というですね、いわゆるそのメイクの日っていうの前ですね、5月9日に、なってるんですけども、それをですね記念して今年はですね Jマンウィークということで、1週間もうこうやって夜の9時から10時まで1時間ね、連続でですね、ライブ配信をしてまいります。で、ちょうど折り返しでですね、今日は本当にね、皆さんものすっごく興味あると思いますよ。ご自身はどんなふうに思われてるかという、この印象分析のプロフェッショナルの山口東子さんにですね、今日はいろんな講座をしていただきます。鏡を持ってですね、ぜひね、1時間、もう本当にあっという間に経つと思いますけどね、ぜひご覧になってください。ということで、まず、東子さんにもね、すぐに、自己紹介してもらおうかな。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は今2つのものでライブを配信をしています。まずね、Facebook の方でライブを配信しているのと、あと Instagram の方でも配信しているので、多分無線があちこち行くと思いますけれども、決して怪しい状態ではないです。あちこち行かせていただきますね。さあ、今日はですね、この J-MAN ウィークのちょうど真ん中の日になったんですけれども、毎日いろいろ9時から理事の方たち、まあ理事といってもね、皆さんメイクアップアーティストなんですが、それぞれの特集、得意な分野などを皆さんに見ていただくというこの時間なんですけれども、私はですね、今日ご自身のお顔にちょっと向き合っていただこうかなと思っていまして、お顔のねことをちょっと自分で考える時間もしたいので、もし近くに鏡があったら後ほどちょっとご用意ください。いろんなところで第一印象ですとか印象分析という言葉を聞くようになっていますけれども、実際に自分の印象っていうのはやっぱり分かりにくいというのが実際のところだと思います。なので今日はご自身の印象というものをちょっと考えてもらうきっかけになったらなと思っていまして、ちょっと触りの部分だけにはなりますけれども、このお顔が発する情報というものを考えてみませんか。ということで今日は資料もご用意しています。で、Facebook で見ていただいている方は資料が出るんですが、 Instagram を見ていただいている方はちょっと資料が出ないので、私がアナログでこうやってちょっと出していきますので、見にくいかもしれませんけれども、まあ、ちょっと参考にしてください。なのでちょっと画面が面白い状態になるかもしれませんけれども、見てください。まあ、じゃあ早速資料を見てまいりましょう。はい、さあ皆さん、ご自身の、第一印象をちょっと考えるというところの一番初めに、ちょっと第一印象という言葉をね、漢字にすると四角い感じでちょっと難しい、なんか堅苦しそうなものっていう感覚があると思うんですけれども、意外と皆さん普段の生活の中ではこの第一印象に関する言葉結構使ってらっしゃいます。例えばですね、パッと見た感じどうだったっていう言葉を使うこともありますし、初めて誰々さんと会ったのって言った時に、どういう雰囲気だったとか、それから最初のイメージはどういう感じだったってよく使うと思います。特に若い世代の方だと、ちょっと合コンに行ったなんていう時には、どうだった、いい人いた、いい雰囲気の人いたっていうような、なんか女子のトークがあると思うんですけれども、意外といろいろと普段の生活でそういった言葉を使っていると思います。非常に身近なものではあるんですけれども、第一印象とか印象分析という感じにするとちょっと堅苦しい感じがあるのは事実ですね。では次のページにお願いいたします。で、この印象なんですけれども、どれぐらいで印象をキャッチしてるかっていうところをちょっと皆さんにお伝えしたいんですね。で、脳の情報量すごくって、皆さんの第一印象を脳がキャッチする時間っていうのは実は 0.1 秒で脳はキャッチしているというふうに言われています。これ研究されていて、 0.1 秒、もう瞬間ですね。挨拶するどころか本当にパッと会った瞬間に脳は、あ、この人って優しそうとか、この人って怖そうなどなど、いろんな情報をキャッチしているということになります。まあ、確かにそうですよね。普段の生活の中で、もし自分に危害を与えそうな方が近くにいたら、例えば街中でですね、
そういう人が近くにいたらとっさに逃げなきゃいけないですし、防御しなければいけません。そんな時にね、あんまり何十秒もかかってのんびりしてたら大変なことになってしまいますので、パッと見た時に、あ、ちょっと危ないかもって瞬間にやはり脳っていうものはキャッチしているということになります。なので第一印象が脳内に刻み込まれるまでの時間が 0.1 秒という非常に瞬速ということをなんとなく頭に入れといてください。では次お願いいたします。さあ、まあなんでこれがまたね、起こるかっていうのもちょっと後ほどお伝えしていきます。で、今度次にですね、見ていただきたいのが、じゃあインスタグラムの方ではこちら、アナログの資料になりますが、これを見ていただきましょう。さあ、この人、A 子さん、B 子さん、C 子さんといますけれども、どんな人だと思いますかという質問を投げかけさせてください。そうすると、A 子さんはなんだか怒ってそうだなとか、なんか文句言いたいのかな、機嫌が悪いのかななんて、そんな印象が A 子さんにはあると思います。そして、B 子さんはなんだか優しそうだし、話しかけやすそう。なんか初めてお会いするんだったら、なんか初めてね、こう、クラスメートとかでも会った時に、この人だったら話せるかななんていうのが B 子さんかなと思います。そして、ちょっと悲しそうで暗い雰囲気があるなというのが C 子さんということになります。で、おそらくこれ皆さんほとんどそんな風に感じたと思うんですね。パッと見て、あ、なんか悲しそう、あ、なんか怒ってるっていう風に感じ取るという能力は皆さん結構共通なんですね。これ年齢とか、あとは性別問わず皆さんそうです。大体同じような感覚を持っているということがわかります。では次のページにお願いいたします。さあ、なぜそんな風に、あ、この人って機嫌が良さそうだなとか、あ、ちょっと怒ってるのかもって感じるのかっていうと、私たち人間っていうのはコミュニケーションを取っていく動物だからですね。そう、人は一人では生きていけないということになります。私たち人間は関係性がすごく大事になってくるんですね。例えば私たちの祖先は相互交換をして生きてきました。例えば、ご飯を食べるために食料をきちんと取らなきゃいけないとか、あと天候の問題とかもありますよね。あと、あっちになんか敵がいるよ、なんかわかんないけど、こう、ライオンがいるよとか、そういう情報も人と、コミュニケーションを取って共有していくことで、まあ、自分たちの生存能力が高まっていくというふうに考えてください。なので、コミュニケーションは人間にとって、こう生存をこう戦略していく、生存戦略という感じで非常に大切なものになってくるということになります。で、まあとにかく人のことを理解するために、そのお顔の感じ、表情を含めて、この人はどういう人なんだろうということをキャッチしたいわけなんですね。じゃあ次のページにお願いいたします。さあ、皆さんこういうの見たことありません？いろんな画像が顔に見えるっていうのがあります。じゃあインスタグラムの方たちはこの手動型で申し訳ございませんが、こういうのありますよね。小さい頃って、まあ私なんかはちっちゃい頃和のお家だったので、天井の木目が顔に見えて怖いなとか、タンスの木目が怖いななんて思ったりします。最近はね、天井も真っ白っていうこともあるので顔に見えるっていうことがないと思いますが、どうですか皆さん、これらいろんなものがあります。一番上の真ん中の画像なんかは、おでんの具材が何とも言えない顔の表情に見えます。これね、こういうのがあったりしますが、どうですか？面白いですよね。そう、どれもちょっとひょうきんな顔をしていたり、ちょっと美人な顔に見えたり、いろいろとあると思います。で、その顔の表情によって、その、まあ、形によって表情があるなっていうふうに感じ取れると思うんですが、お顔の印象も全く同じような状態です。じゃあちょっと次のページに回していただきますと、はい、これを見てみてください。
者、印象というのは顔の造形と関係しています。こういう感じ。さっきのね、ちょうど怒っているような顔や悲しそうな顔、それから優しそうな顔というあの画像が今出てると思いますが、これ皆さんわかると思います。全員同じ女性です。同じ女性にメイクを変えただけになります。これで雰囲気が全然変わってきますよね。で、これはですね、怒っているお顔は上昇線や直線の線というのが非常に多くなります。そして今度はですね、あの不規則な形というのはちょっと楽しそうで明るい雰囲気というのがあります。そして悲しそうなお顔はですね、下降線が多いと悲しそうになっちゃうんです。そしてなだらかな丸み、曲線があると優しそうで穏やかな印象というふうにつながってくるんです。なのでご自身のお顔のパーツがどんな形なのかっていうことで印象が変わってくるというのが分かっていただけると思います。うん、ね、そう思うと自分の顔ってどういうパーツの形なのかなってちょっと考え方や見方が変わってくると思います。はい、じゃあ次のページにお願いいたします。さあではですね、ちょっと印象というところに話を戻していくと、たくさん印象ってあります。で、これはちょっとビファイン研究所でのまとめ方になってくるんですけれども、印象分析をこう場所にちょっと当てがっていったものなんですね。で、この表は上に行けば行くほど若々しくなります。そして下に行けば行くほど大人っぽくなります。で、皆さん画面の右側に行くと男性的、左側に行くと女性的というふうになってまいります。うん。で、この例えば上の方のゾーンにキュートとかセンシティブとかフレッシュ、ボーイッシュがあるし、下の方の大人っぽい方にはゴージャス、ワイルドといったように12個に分類されていて、ちょっとこれをイラストにしたものなんですが、まあこれは女性だけではなく男性ももちろんあります。今日ね、もしかしたら男性も見ていただいてるかもしれませんので、男性の資料もご用意いたしました。次のページにお願いいたします。ね、女性がこういう感じ、上に行けば行くほど若くて、下に行けば行くほど大人っぽい。で、男性も同じように上に行けば行くほど子供っぽいというか若々しい印象になります。下に行けば行くほど大人になります。そして向かって右軸が男性の場合にはね、動的、まあ、動きのある雰囲気というふうに捉えてください。で、左側に行くと静的、ちょっとこう静かなスンとしたような、そういう雰囲気のあるお顔立ちというふうに分類して、男女とも12の分類にこう変えて、あの、当てはめているものがこのインプレッションマップというものになります。じゃあ次お願いして、で、こんな風に分類すると分かりやすいんですが、じゃあ例えば、実はですね、この印象分析の理論っていうのはたくさんあります。それぞれ目の形とか眉毛とか一つ一つ形ごとに、印象というのが変わってくるんですけれども、その集合でも印象は全然違っていきます。なので皆さん、ここでもし近くに鏡があったら、ちっちゃくてもいいので鏡ご用意してください。で、あとは普段みんなからね、周りの人から言われる言葉でなんとなくわかる場合もあると思いますが、まず皆さん、この肌色に対して眉とか目とか鼻とか口というパーツが割と南国系のはっきりしているパーツなのか、いや割とこうちょっとちっちゃいかなって思うパーツなのかっていうのでもまた全然雰囲気が違うので、ちょっとこれを見ていきませんか。まずよくね、南国っぽいねとか、お化粧ちょっとするだけでもう派手に見えるっていうのが、だいたいパーツ大っていう方だと思います。パーツがはっきりしてたり大きかったりする方、こういう方です。こういう方はですね、特徴のところにも書いてあるんですが、パーツの存在感が強くて大きいと
動的、その動きがある印象に感じられるので、なんかリーダーシップもあります。リーダーシップがあるから強さもあります。また派手さとか情熱的な感じっていうのがあるんです。ただ、ちょっとね、暑苦しいって言われるかもしれないですね。男女とも。ちょっと暑苦しいねって言われたり、すっごい昔に、本当古い言葉ですけれども、ソース顔とか醤油顔って昔よく言われた言葉があると思いますけれども、本当そういう感じで、ソースがちょっとこってりしてますから、パーツが大きいと、こっくりとしたソース顔という感じ。で、醤油顔の方が、パーツがちっちゃい、さっぱりとした顔ということになります。で、今ね、パーツの大きい方のお話をしましたが、パーツの大きい方っていうのは、こっそりちっちゃく、後で、ここのお部屋からそーっと帰っちゃおうと思っても絶対バレるタイプです。で、普通に生活してるだけなのに、誰々さんが言ってたよねとか、やたら存在感があるというのもこのパーツの大きい方になります。なので、パーツちっちゃい方はその逆ということになりますので、ちょっとパーツの小さい方お話ししていきますね。まず、パーツが小さいと、なんかね、ちょっとこう動きがあんまりない雰囲気に見えますので、静的っていう、こう静かな雰囲気で、ちょっと平面的であったりする分、優しさがあります。優しいけれども、ちょっと言葉変えればちょっと弱々しい感じにもなってしまうかもしれませんね。でもさっぱりしてるので、お化粧はね、いろいろ濃くもできるし、ナチュラルにもできるっていうのはパーツショーかもしれません。きっとパーツ内の方が引いていくお化粧がなかなか難しいので、ちょっとその辺でね、もうお化粧しなくていいやっていう風になっちゃうかもしれないです。こんな風にパーツが大きいか小さいだけで、小さいというだけでも印象というのが違ってまいります。じゃあ次のページにお願いいたします。さあ、今度は顔のパーツが上の方にあるか下の方にあるか、これも見ていきませんか。で、どこで見るかっていうとね、目の位置で見た方がいいかもしれません。顔のこの肌色の輪郭の中に目の位置が割と上の方にあるなっていう時には、目の、私たちはね、目上の人なんて言っていくんですけれども、インスタの方はこれを見た方がわかりやすいかな。目鼻口が上の方にあればあるほど大人っぽくなります。で、目鼻口のパーツが下にあると子供っぽくなりますので、ご自分のお顔がどっちに寄ってるかっていうふうに見ていくと、道理で小学校の時から大人っぽいなって言われたとか、あと年齢重ねても可愛らしさがあるっていう方は、顔のパーツが加工してるかもしれないです。そんなふうに見てみてください。では次のページにお願いいたします。さあ、先ほどですね、12の印象を見ていただきましたが、今日12個全部、ね、説明するのはちょっと大変なので、5つのゾーンに分けてみました。自分がどこかなって思いながら見てください。上に行った、女性寄りのところは、ソフトで愛らしいキュートゾーンになってまいります。そして、そこからちょっと男性軸の方に行くと、フレッシュゾーンといって、なんか爽やかで健康的なゾーンがやってまいります。さあ、そして下の方に行くと、大人っぽい方の女性軸に行くと、華やかなゾーンになりますので、艶やかで華麗な、そんな雰囲気というのがあります。そして今度、男性軸の方に行くと、聡明でリーダーシップのある知的ゾーンになってまいります。そして真ん中、全部のバランス、うまく整っているのが、エレガントゾーンになるんですけれども、気品があって、しとやかな雰囲気というのが、ここになってまいります。じゃあ、次のページにしていただいて、それぞれプラス面とマイナス面があるんですよね。なので、ちょっとこれを見ていきたいと思います。皆さん、なんとなくご自分がどこのゾーンかなっていうのを、なんとなくわかると思いますので、必ずプラスの面とマイナス面の面があるよっていうふうに思ってください。ちょっと一つずつね、せっかくだから見ていきましょう。さあ、キュートゾーンというところはですね、子供の、女性らしいっていうゾーンにありますので、このキュートゾーンの方のプラス面は、ふんわりとした可愛らしい雰囲気がありますので、誰からも愛されるキャラクター。
でもマイナスとしては未熟さや隙があるのであやふやな感じがするというのがキュートゾーンになります。なのでお仕事バリバリのキャリアウーマンだとこのキュートの方はちょっと難しいかもしれないですね。でもお友達とお出かけしたりデートの時にはこのキュートのゾーンは結構使えます。さあ今度フレッシュゾーンはですね、若々しいゾーンの今度ちょっと男子寄りになります。そうですね、なんかお休みの日も外で活動してそうな、そんな活発なイメージなのでプラスのイメージとしては軽快で若々しい。うん。さあ、フレッシュゾーンまで行きます。エレガントゾーンは洗練された女性らしいプラスの雰囲気があります。どんなシーンにも使えるのがエレガントゾーン。ただマイナスはですね、ちょっととっつきにくい、そのね、近寄りがたい感じがするというのがマイナスの印象になります。で、知的ゾーンの方はお仕事をするときにはすごく有利です。知的でかっこよくって頭の回転がいいしリーダーシップもあります。ただね、いろんな人に会うお仕事だとちょっととっつきにくい感じがマイナスのイメージとしてあります。華やかな印象は誰からの注目もこう引き受けちゃうような、なんで目線をね集める、そういう雰囲気があるんですけれども、ちょっと派手になったりとか遠慮しない感じがするというマイナスでもございます。じゃあ次のページにお願いいたします。さあそれぞれですね、お顔の印象に合わせて、まあ、似合うその印象を生かすんであれば、こういう色を使った方がいいよとか、あと着るものとか持ち物とか、こういうものを選ぶとお顔の雰囲気に合ってくるよっていうものが、まあ、参考である、今日ぴょんぴょんぴょんと簡単に入れてみました。こういうものがありますので、例えば今日はプレゼンテーションがあって割とおじさまたちの前でピシッと言わなきゃいけないななんていう時には知的ゾーンにしていったらいいです。あ、そうそう、インスタグラムの方はこんな感じ、うん、こんな感じにしたり、今日はお友達と遊びに行ったりデートするからキュートゾーンの可愛いものを選んでいこうかなとか、あと真ん中のエレガントゾーンはいつの時代もスタンダードに着れるようなもの、持っていられるようなものがお似合いになったり、フレッシュの方はちょっとこういう、爽やかな色味、ブルーとかグリーンとかオレンジなんかを持ってきてもらってもいいですし、華やかゾーンの方はキラキラ輝くものがお似合いだったりします。こんな風にお顔だけじゃなくってお顔からこう連携されるアクセサリーやお洋服、ファッション、こういったものにもつなげられますので、まず自分はどのゾーンにいて、今日はどのゾーンで演出したらいいのかっていうことを考えていくと非常に楽しく、あと今まで着ていなかったお洋服が活用できたり、メイクアップも幅が広がったりということになります。では次お願いします。もちろんね、男性もありますよ。男性も同じようにね、5個に今日分類してますので、こういったところを参考にしてみてください。ソフトゾーンとかカジュアルゾーンとかっていうふうに女性と同じようにね、分類しております。男性も同じくプラスのイメージ、マイナスイメージがありますので、これもまた参考にしてみてください。うん。じゃあ次お願いします。さあ次も着るもの、身につけるものですね。男性の場合にはお化粧できません。あんまりできないので、ちょっと小物のものを多くしてみました。それでも男性はね、お肌と眉毛と髪型ですごく印象が変わります。あと着るものですね、この首周りの雰囲気でも随分違いますので、色のものとかもね、いろいろチャレンジされると男性は楽しめると思います。あまり一つにこうこだわらないで、いろいろとチャレンジしていただきたいのも、私としてはあります。はい、ありがとうございます。さあちょっとね、さっさっさっとこの印象の変化っていうものも見ていただきたいので、 Facebook の方は資料をそのまま、こちらインスタの方でも資料を見ていただきます。ビフォーアフターでございます。お肌の雰囲気を変えるだけでも生き生きした感じがあります。もともとねパーツが整っていたり大きい方は肌をきれいにしてあげるだけで印象というのがぐっと変わってまいります。では次にお願いいたします。さあこの方も
なんとなくね、こう眠たそうな感じで、お仕事していくにはちょっと弱々しい感じです。綺麗なお顔立ちなんですが、ちょっとこう元気のない感じなので、しっかりと目元にポイントを持ってきて、私はできますよという顔を作ってまいります。はい、お願いします。さあ、この方も、ちょっと寂しげな雰囲気が若干残ってしまうんですね。この方もとても綺麗な方です。優しい雰囲気がありますが、かえって柔らかさがあるので、あんまり控えめにメイクをしてしまうと、控えめすぎてしまうので、ちょっとインパクトを出しても大丈夫です。はい。そして、お家のお母さんだって、お家にいるお母さんだってやはり素敵な方が家族も嬉しいですよね。明るいお母さんの方が嬉しいので、ちょっとこう、元気はつらつな雰囲気を出したいときには、パーツを丸く作っていくといいので、眉毛を丸くしたり、チークをちょっと丸くつけたりといったように、お顔の中に丸を入れていくと良いです。あとは、お顔の中に直線的なラインが多くなってしまうと、ちょっときつい印象というのが出てきてしまうので、それを少し丸みをプラスすることによって、優しい感じになります。これはね、カジュアルなメイキャップに仕上げてまいりました。はい。そこの方もね、ね、もっと生き生きとした感じを出していく。やはりね、丸み、眉毛に丸みを持ってくる。そして、その眉毛の形をちゃんと見せていくことで、この明るい感じというのが出てまいります。あとはですね、華やかな雰囲気の方っていうのは、まあ、普段のメイキャップなかなか難しいんですけれども、でも、華やかな方は華やかなもの、華やかなメイクがお似合いになられます。なので、こういったキラキラしているものに合わせて、ちょっと紅も強く、これはね、結構華やかなパーティーっぽくメイクを仕上げたものなんですけれども、もうお顔立ちが華やかですから、堂々と華やかなものを身につけてくださいというふうに申し上げています。こんな風にね、ちょっとビフォーアフターも今日ご用意させていただきました。資料はこれで全部最後になります。さあ、印象分析、今日ビフォーアフターもね、ちょっと簡単に見ていただいたんですけれども、ご自身の顔が周りにどういう、まあ、発信をしているのか、それがプラスとマイナス、両方あるよということを、ちょっと今後理解をしていただいて、じゃあそれを今日は活かした方がいいのかな、もしくはちょっと抑えた方がいいのかな、っていうのを計算しながらメイクをしたり、お洋服を選んだりっていうことができるといいです。で、皆さんお洋服は結構ね、どれを着ていこうって悩まれるんですが、メイキャップを変えるっていうのはね、そんなに細かくしてらっしゃらないなっていうふうに思います。何か大きなイベント、例えば、結婚式に出ますとか、久しぶりに同窓会がありますなんていう時には、メイクのレッスンにいらっしゃる方も多いんですけれども、これが普段の生活の中でできるようになったらいいなって思っていますので、この私たちね、理事のメイキャップアーティストたちも、そういう人たちがたくさん増えてくれるように、この技術をね、どんどん伝えていきたいなっていうふうに普段も活動しています。いつも東子さんの講座というのはね、僕らも受けさせていただいて、ジェイマンのトレンド、ね、メイク講座っていうのがあるんですけども、年に2回、トコさんがいつも担当されてまして、もうすごく分かりやすいし、ぜひ、ジェイマンの講座っていうのもチェックしていただいて、これからもまた見てください。なかなかね、自分の顔ってこう考えないまま来ちゃっていて、どちらかといったら、なんかタレントさんとか女優さんの誰々さんみたいになりたいとか、そういうことが結構一般の方でも多いんですけれども、まずじゃあ、あなたの個性はどういうものなのかという、迷子になった時の自分の場所がわからないっていう状況、たまにありますよね。やっぱり自分の迷ってるこの場所をきちんと理解していきたい方法が決まるので、なので、ちょっとね、自分の顔について、周りからいろいろと言われることをこう統合していくと、自分の印象って分かる場合もあります。分かんなかったら私のところに来てください。もうしっかりと印象分析をしてまいりますので、あなたのここからこういう可愛い印象があるんですよとか、顔がミックスしてます、なのでミックスな印象はなぜそういう理由なのかっていうのもお伝えすることができます。コメントですね、はい、丸い眉にしますっていうコメントありました。ありがとうございます。そうですね、よくこう印象の中で特に僕眉のことでよくお話しさせてもらうんですけど、眉でよく
ラウンドってあるじゃないですか、はい、上の上部のところがストレートになったり、インサイドにこうなってると、ちょっと先ほど怒った顔になるっていうね、で一般の方はその印象を変えたいんだけど、どう変えていいかってわからないときに、何かそのラウンドってどういう意味かとか、で少しちょっとレクチャーっていうんでしょうか、なんかこれさっきの、ね、方分かりやすかったと思うんですね、どれだったかな、あこれ、ちょっとシェアします。例えばこれあのインカーブ、少しこう直線的な上部が直線的な方って多いですね。でこの生えてる分だけにこうなぞってしまうから、どうしてもきつく強調してしまう。それをこうラウンドにするときってここですよね。はい、はい、そうです。眉毛の眉山のこのアウトラインに丸みをつけるというのはもちろんなんですが、眉毛の下側にもアウトラインを丸くする、その上も下もちょっと丸くしていただくことによって、ニコニコ笑ったご機嫌の眉になります。今ね、若い子たちは割と下を水平にする傾向がありますが、少し年齢キャリアがある年齢の方はですね、ちょっと丸みがあった方がやはりご機嫌になります。どうしても顔のこう輪郭もちょっと変わってきて、ちょっと外側が下がってくる傾向になるので、それで直線的な眉毛っていうのはちょっとご機嫌があんまり良くないように感じられることがあるので、眉毛の上側にも丸、下側にも丸を入れていくとニコニコした眉毛になりますので、上下で丸みをぜひつけてみてください。で、意識するだけで全然違いますのでね。ありがとうございます。分かりやすい解説で、この印象の差がすごく、それが出てたので、今言われたように本当にそのテクニックだったらなんかできそうな、今聞いた通りやったらできそうな気になりますよね。明日からぜひね、丸眉に、はい、流行りは新鮮ですが、ちょっと年齢とともにちょっと丸みの方がいい場合もすっごくありますので、ありますね、はい、ちょっとやってみてくださいね。はい、でちょっと最後にですね、コメントをいただきまして、印象分析のメイクをするときにこんなことを大事していることってありますかって松村さんからいただきました。はい、そうですね、印象分析のメイクをするときに、メイクをする前の時間を結構長く持っています。で、まあ、分析の時間といったらいいでしょうかね、カウンセリングの時間を結構しっかり持っていて、まず私の場合には印象分析をして、お客様にあなたの顔のプラス面とマイナス面はここですよということをお伺いします。そしてお客様がどの方向に行きたいかっていうのを、先ほどのマップを使って、例えば若々しいゾーンに行きたいのか、それとも大人っぽいゾーンに行きたいのか、また仕事の時と婚活の時も全然違ったりするので、その方向をお伺いした上で、色の提案を私はね3パターンぐらいするんですよ。で、色のまず色だけ見ていただいて、そうするとお好みもあると思いますので、自分はこういう色味が好きとか、これは使ったことないとか、またそこからいろいろことを提案することができるので、まずメイクのカラーを3パターンご紹介して、そうするとお互いに方向性がよく分かりやすくなるので、あとはもう技術でメイクをしていくとすんなりというところになるので、メイクのカラーをご提案するっていうところまで結構時間をかけています。いかがでしょうか。ありがとうございます。本当に勉強になりますということでね、松村さんありがとうございます。はい、見ていただいている日本女性の皆さんに何かまたメッセージがあればね。本当に毎日いろいろなお客様が来てください。おかげさまでこの状況ではありますけれども、個人的に、個人レッスンに来たいという方も結構増えているんですね。やはりちょっとマスクだるみが出てしまったとか、そういうこともあるようなんですけれども、ちょっとまた新しい自分を発見していきたいというお客様が非常に多くなりました。で、美容で非常に生活の一部でもありますし、なんか心も体も健康につながるっていうのが美容の楽しさでもありますので、またメイキャップはもういざとなったら嫌だったら落とせるっていうプラス面がありますから、これをきっかけに今までタンスの肥やしになっていたようなメイクものをまた活用していただいたり、一つスカーフを変えてみたり、
何かいつもと違うものにちょっとチャレンジをしてみることによって変わってくると思います。なので、一つにこだわらないで自分はこれしか似合わないっていうこと絶対ないです。もういろんな風に変化調整することができます。アクセサリー一つでもつける場所によって全然違ったりもするんですね。例えばこう、スカーフもそうだし、ブローチもそうだし、なのでそういうことも全部ひっくるめて新たな発見っていうのが絶対あるはずなので、今日をきっかけに伸びしろいっぱいな自分だなって言って思って、いろいろチャレンジしてみてください。ありがとうございます。本当に素敵なメッセージですね。まあ、いや本当にメイクって流せますからね。もし失敗しても流すっていうか、まあ、チャレンジ何回でもできると思うし、ぜひね、そういう部分では今このコロナ禍で、なんかちょっとこう、家にこうこもったりすることが多い中で、もうその家やからこそできることって結構ねありますもんね。うん、スキンケアなんかもちゃんとできます。意外とオンラインでもスキンケアをお伝えすること多いんですけれども、うんうん、意外とスキンケアはオンラインだけでも変化があります。うんうん、ね、どうしてもメイクアップだとこう細かいところやっぱり来ていただいたりした方がしっかりとお伝えできるので、まあ、うち、たくさん、そんなにこう、ちっちゃいところでやっているので、安心して来ていただける感覚、環境にはなっているんですけれども、結構来ていただいてます。ありがとうございます。ちょっとお顔がわかりませんけど、とても勉強になりました。ありがとうございます。早速、明日は丸眉にしますということでね。はい。ぜひぜひ、一回やってみてください。この後続く、ね、ジェイマンのちょっとご紹介も最後にさせてもらいたいので、はいはい、トムさんの方からお願いできますか。はい、はい、明日木曜日はですね、福島優美さんが担当いたします。このジェイマンの中でやっている検定があります。どういう検定なのかなって、ちょっと皆さんもね、やってみたいけれども怖いとかそういうこともあるかもしれませんので、その受験者の方たちにポイントとなるところありますから、これを教えてもらうのが明日になります。そして金曜日はですね、メイキャップフォーエバーのアーティストあきこさんがまたちょっと楽しい、ものを見せてくださるそうなので、ぜひまた皆さんご覧になってください。そして15日最後はですね、岡野さんが、カバーメイキャップを見せてくださいます。いろいろとね、タトゥーをカバーするとかそういうテクニックをどうもいろいろと事前に準備してくださっているようなので、これも楽しみにしていてください。毎日9時からやっておりますので、はい、ありがとうございます。本当にね、ちょうど折り返し地点ですけど、ここからまたね、いろんな、その動画もこのために作っていただいたとかね、岡野さんも言われてましたけど、本当にね、そういう部分では貴重な本当に情報になると思いますのでね、ぜひこの後もまた続き見てくださいということでね、この辺で終わらせていただきます。またね、明日も9時からやりますんで、ぜひぜひご覧になってください。今日も本当にありがとうございました。ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。あ、岡野さんもありがとうございます。このさんも見ていただきましたよ。ありがとうございます。インスタもまたね。インスタの方にもね。ではまた明日お会いしましょう。